はい、ということで、工藤京介です。今回もよろしくお願いいたします。今回ブラックシープの嘆きの回です。ブラックシープの嘆きというのは僕の創作表現である絵や歌や詩を紹介させてもらっているものです。他にサムネイルに使っている写真も僕が撮ったりしていますので、もしよかったらそちらの方も見ていただければと思います。今回の絵はこちらになります。スクリーンという、ね、タイトルになります。今日他にあの映画を取り上げた動画もちょっと上げさせてもらうかと思うんですけども、まあ、そういった映画もそうですよね。いろいろまあ大きい小さいありますけど、そういう枠の中というか、そういったものをこう普段見て、まあ、生活の中にそういったものが多くねあるかなと思いますが、それによってねいい影響を受けるのももちろんあると思うんですけど、まあなんか洗脳ってわけじゃないんですけどね、その情報を信じ込ませられる的なこととか、何でしょうね、まあ、そういったこともちょっとなんか考えたりした時に書いたように思います。まあ、あとはね、まあ、プラトンの、まあ、洞窟の比喩じゃないですけどもね、こう見せられているもので、その、まあ、枠の外に何か自分たちが知らない、まあ、世界というかね、そういうのがあるというか、まあ、そんなこともあるのかななんてね思っています。昨日は萩原朔太郎という方のね小説、まあ、アンリアルな感じの猫町っていうお話取り上げましたけど、まあ、そういう何が現実で現実じゃないのかみたいなねところもにもちょっとつながるかなと思ってます。で、今日も一曲歌を歌おうかと思います。今日は久々にカバーの曲、カバー曲をちょっとできればいいかと思ってます。ニルバーナのですね、カマーズユーアという曲をね、歌おうかと思います。以前、カートコバンという方のテーマでね、お話しているものなんかもあるんですけどもね、よろしくお願いします。No, I don't have a gun. No, I don't have a gun.
が。メモリーメモリーメモリました。それでは最後に詩を一編今回も朗読させていただければと思います。今回読む詩は生きているとという、ね、詩になります。よろしくお願いします。生きていると永遠積もらぬ雪といずれは溶ける魔法、その後にああ冷たい雨が降ってる、冷たい女、もう傘をさす季節になったのか、大風の電線乱れ打つ音符、木は空に向けた矢印で、草は墜落の絨毯で、土と水が手を結んで移動流没、全体が生きていると感じられるまで、それはああいつになるだろう。ということでありがとうございました。今回のブラックシープの嘆きは以上になります。また他にも動画作っていければと思っていますのでね、よろしくお願いいたします。今回以上になります。ありがとうございました。